愛知宿徳中学校、高等学校は、愛知県名古屋市筑作桜が丘にある私立、中学校、高等学校。なお、運営母体である、学校法人愛知宿徳学園は、宿徳 SC 中等部、高等部を運営する、学校法人宿徳学園とも、宿徳大学や宿徳中学校、高等学校などを運営する、学校法人大表宿徳学園。 共別法人である。1905年、愛知県下に女子が学べる学校が少なかったことと、当時の両彩健母教育が主流だった女子教育に対し、英語を必須科目としたり、理科を重視するなどした先進的な女子教育を目指し、小林政策を創立者として、愛知淑徳女学校を開校したのが始まりである。1920年に愛知県下の私立女子校として、 初めて洋服の制服を制定した。戦前はオリンピック選手を多数輩出するなどして、スポーツの祝徳として名を馳せていたが、現在では東京大学、京都大学、名古屋大学などの南韓国公立大学、私立大学の進学者が増加しており、愛知県内の有力な私立進学校として認知されている。現在は高校入試は行っておらず、 完全中高一貫化となっている。東海三県における私立女子校の中で、杉山女学園、近所学院と並び、お嬢様学校として女子校、誤算や SSK と称されることがある。10年、20年先に役立つ人材の育成、水泳部がインターハイで3度の総合優勝を達成している。北海道大学、東北大学、横浜国立大学、 金沢大学、静岡大学、岐阜大学、愛知教育大学、名古屋大学、愛知県立大学、名古屋市立大学、京都大学、広島大学、長崎大学、他青山学院大学、慶応義塾大学、国際キリスト教大学、上智大学、中央大学、東京理科大学、法政大学、明治大学、立教大学、早稲田大学、 愛知医科大学、南武村大学、富士大科大学、同志社大学、立命館大学、関西大学、関西学院大学、愛知宿徳大学、他、ありがとうございます。